フルーツポンチから大切なお知らせがあります。メンバーのレイナが先月の中旬から体調不良で撮影に参加できなくなってしまいました。現在地元の名古屋に帰って療養中です。しばらくは4人での撮影となってしまうんですけども、6月19日に1周年ライブを控えておりまして、あそこはね、なんとかね5人で迎えられたらいいなと思ってます。そうね、今はさ、めっちゃさ、1周年ライブに向けて頑張ってるじゃん、で結構準備もしてきてるから、まあ、1人でも多くの人に来てもらいたいなって思っています。はい、まだチケットの方はね完売してないんですけども、すごいたくさん準備もしてますし、ソールドアウトできるように頑張りますので、ぜひぜひ会いに来てください。そしてね、ピンチではありますが、このピンチをね、ピンチだからこそこう全員で力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、これからもフルーツポンチの応援をよろしくお願いいたします。お願いします。